はい、こんにちは、ビッグボーイです。久しぶりに FF15 また起動してます。前ね、やった FF15 マルチプレイヤー専用のクローズドベータやってたんだけど、製品版が出てダウンロードしてみたんで、まあ、12月に入ったらエピソードイグニス、まあ、最後の DLC か最後なのかな、まあ出るけど、これもちょっとやってみようと思います。まあ、この左にいる真正面の人物がすごいニックスに見えるんだけど、やってみよう。人いるのかな。はい、ほう、オートセーブ。あ、アバターは8体まで作れて、まあ、でもアイテムは共有できるんだ。ちょっとオプション確認します。うん、大丈夫だね。操作忘れたな。大丈夫かな。はい、ルシス王国のノクティス王子一行が海を渡り、ニフルハイム帝国崩壊の知らせが流れてから半年後、レスタルムへと避難し始めていた。ああ、これはそうだ。チャプター13だっけ？ノクトが長い眠り、まあ、約10年について、その10年間の間の世界がこのオンライン占有で遊べると。ルシスの王に仕えし者ら、王家の力を借り受けて使命と共に身に宿す。その身はクリスタルを継ぐルシスのため、その剣は未来を開く王のためになればこそ過ちは許される。たとえ命が果てようと、犯した罪は注がれぬ。紅葉が満ち、真なる王が目覚めるまで。目覚めたか？お前、自分のことは覚えてるか？リベルトじゃん。映画で出てきたキャラクターだ。まさかの、リベルトが出てくるとは思わなかった。リベルトがいるってことは、ニフルハイムから脱出した後だよな。で、そうだ、このキャラメイク方式はクローズドベータとあんま変わんない。まあ、ちゃちゃっと作っちゃおう。故郷の誇りに。ボイス、これベータと同じ感じか。故郷の誇りに、故郷の誇りに、故郷の誇りに出た。故郷の誇りに、故郷の誇りに、故郷の誇りに、故郷の誇りに。あ、なんか違う声もいる。故郷の誇りに、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 故郷の誇りに。これでいこう。よし、なんか適当に組んだらこんな感じになったけど、まあいっか。なんか髪の毛がなんかね、すだれ、まあ悪くはないけど、なんかすだれみたいになっちゃってるけど。OK。あ、名前ね。はい。まだ意識は曖昧か。まあ、あんだけズタボロで転がってりゃ無理もねえ。いいか、俺たちは王の剣、王様から借りた力で戦う特殊部隊だった。その王様も今はいなくなっちまったが、それでも力には責任があるからな。見ろよ、あそこには世界中の人間がいる。力のある奴はそいつを果たさなきゃならねえ。
この光が拝めるのも一日のほんの少しの間、それ以外はもうこいつだけが頼りさ。さて、俺たちの至上任務は思い出せたか？ダメなら思い出しとけよ。レスタルムの奴らが待ってるからな。止めるよ、死骸どもだ。くそ、あと少しってとこで。仕方ねえ、片付けるぞ。おい、来た。まあ、この辺はプレイして鳴らしていこう。向こうね、ノクトはいなくて当然だけど、あの、そのそれ以外の人たち、あのイグニスとかグラディオとかプロンプトはいてもおかしくないと思うんだけど。あ、そうだ、ガードが今みたいなベールを包む感じになるんだ。で、王の剣だからマップシフトもできるし。これはマップのどの辺だ。太刀とダガーか。お、食材を見つけたか。食材、あ、食材ね。え、こんなとこにサウロになって落ちてんの。何あれ。あ、これレスタルムだ。回復魔術、攻撃魔法、 OK。 タランチュラ、攻撃魔法を使ってみましょう。ちょっと待った、 RK にもいる。ほい、あ、MP バーストとか久々に見たわ、この文字。あれ、固まった。用心しろよ、ここから町までも安全じゃねえ。バリケードになってる。攻撃魔法、攻撃魔法がなんかしょぼいな。OK。 全然モンスターいるけど本当に大丈夫。レスタルム、オーブリンてか AI が強え。うわ、さっきのモンスターまだ飛んでる。OK。ボイスめっちゃ低めにしたからあんまり聞こえないな。あ、今度は魚が落ちてる。今や食材も貴重品だが、持てる数には限りがある。欲張って一度にたくさんは持ち帰れねえぞ。それはわかるけどさ、1個しか持てないじゃん。肉でいいや。
おお、なんかなんだろう、ほんのちょっとフォールアウトっぽくなってる。鉄巨人かコール、不死将軍さんじゃないですか。おっと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 、太刀使おう。本編でね、この空白の10年間で将軍とかもなんかやってたのは聞いたけど、本編ではもう出てこなかったからな。ノクト覚醒以降は構えろ。 OK、 こっちへ来い。もたもたしてるとまた敵がやってくるぞ。おお、なんだこれ。早くしろ。はいはいはい、開けてくれ。将軍だ、開け。車かこれ。さあ入るんだ。入ります。ここまで来れば安全だ。レスタルブに到着しました。ここはあなた専用の拠点になります。オンラインの仲間には拠点の外で会うことができます。先ほどは見事な腕だった。その力、ここに集う民のために使ってほしい。レスタルムの住民を助ける。マップ開けない、ね、この人がビッグボーイねこんな王の剣いるのか。武器はまあこれしかない。シンボルチャット、ああ。こういうの後ろに戻ったら何かあったりしない。すんげー汚くなってるレスタルフ。バリケードあるし、そこらかしら、ゴミがレスタルムは光の町、人類に残された最後の拠点だ。死骸の排除、避難民の受け入れ、電力の送電、仕事は山積みだが、やってやれないことはない。王の剣として新しい故郷のために戦おう。お金もらった。持ってきたぜ。ありがとう、助かるよ。クエストで獲得したメテオのかけら。ああ、発電所により電力に変換されます。ほうほうほう。ここなら一息つけるだろう。お前を拾った仲間には感謝しとけよ。じゃ、俺はそろそろ行くぜ。王と警護隊の来る将軍を待たせてるからな。あと、これは選別だ。お、その名は、その名はアバターの出身地を選んでください。ガラードってのはあの映画の誰だっけな、映画の誰かの出身地だったはず。オルティシエだな。レスタルムにしよう。ほうほうほう。ああ、出身地でパラメーターの重点が変わるんだ。レスタルムでいいや。スマートフォンを受け取りました。はい。何、いつまでボケっとしてんだ。俺はリベルト。思い出せてねえなら覚えておいてくれ。映画見てなきゃ知るわけないんだけど。主人公が忘れていた情報はストーリーを進めることで増えていきます。
映画の世界で生き残ってるキャラクターってリベルトぐらいだしな。可愛いないよな。情報。あら見れちゃう、この辺。ニックス。リベルトのまあ親友だったけど、すでに死んでおります。で、リベルトね。王の剣のことも知ってるしな。まあ、OK。あら見覚えのある人がいる。なんだと。電気安定しないな。いや、電気がなくても買えんだろ。こっちにも電気来ないかな。クエストショップね、こっち。武器ならあるぜ。ドイツが欲しい。じゃあ基本的にここでプレイヤーと会うことはないのか。また来いよ。武器はいいや。ちょっと奥の方行ってみよう。どう？王の剣プラスハンターイコール最強タッグだ。あ、週刊誌か。どう？よく撮れてるでしょう。ってこいつ見覚えがある。あ、全然撮れてないな。手厳しいな。もしや写真の心得とかあったりして。その雑誌ね、うちの会社が作ってるんだ。あ、僕はビブ、メテオパブリッシングの社長なんだけど、実は頼みがあってね。これからも君の写真撮らせてもらえないかな。もちろん旅の邪魔はしない。うちの記者が同行して勝手に写真撮るだけだから。写真を撮るのはプロンプトってイメージだけど。はい。みんなを勇気づけるためだからさ、よろしく頼むよ。新着写真。君の写真はここで確認できるよ。え、確認する間もなくさっきからついてきてたのか。じゃあこれ何、これ何。ちょっと右下、これリベルトだよね。なんでこうなって、これどうやって撮ったんだよ。これひどいな。ちょっとまともな写真撮ってないんだけど、プロンプト読んで。気に入ったものがあれば保存しておいてあげる。さて、水人って本当にいたんだ。一定距離離れたら人物の会話がぶつ切りされちゃう。ハンターの遠征用にイチネリスからロープウェイを借りてるの。これを使えば遠くのシルベにも安全に行くことができるわ。乗りたければ外での仕事を受けてくるのね。広場のモニカが紹介してくれると思う。ほうほうほう。あれ、イチネリスって聞いたことあるんだけど、何だったっけな。で、こっちは発電所ね。なんかこの辺何にも。ホテルのある地区は今のところ立ち入り禁止だよ。避難民を優先してあげたいからね。はい。そんな暗くもないけどな、夜が半日を占めるって言っても。ただまあこの時間が短いっていうことね。これ、あ、武器改造もダメです。また電圧落ちやがって。あ、仕事させねえ気かよ。あ、シドもここに来たんだ。とにもかくにも電力だな。あなた、王の剣ね。はじめまして。私はイチネリス工業のジーン。うちの発電所では外から持ち帰られたメテオのかけらで電気を作ってるの。電気は死骸から町を守る明かりになるんだけど、もし余ったらあなたが使い道を決めていいよ。オッケー。ほうほう、あ、こういう感じ。300キロワット。あ、右上が所持
電力量なるほど。これで新しいことができるかも。こういう感じか。あ、クエストをクリアして電力を集めてエリア広げていくと。でモニカからクエストを受けつつ行けってことか。オッケー。じゃあ容量は分かったんで今回はここまでにしよう。もう本編の方特にこれといってすることないんで、まあ、他のプレイヤーとかたくさん映り込むと思うけどやっていこうと思います。それじゃあ今回はこんなところで。